こんにちは、こんばんは。はじめましての方ははじめまして、お久しぶりの方はお久しぶりです。ホビドアです。今回はリネリアデモ版をプレイしていきたいと思うのですが、いきなりね、あのデモ版ちょっと問題があって、そのメニュー画面に戻れないです。ゲームを起動して起動してチュートリアルで音量調整してたんですけど、まあその調整しちゃうところで進んじゃうと、メインメニューに戻らないっていう、ゲームアンインストールしてインストールするとまた出るんですけど、また調整しないといけないので、このまま行きたいと思います。さて、それはさておき、コントローラーは例によって例のごとくプレイステーション5のコントローラーを使用してプレイしていますが、私の環境の問題なのかどうかは分かりませんが、通常にやっていると X ボタン、もとい四角ボタンですね、いわゆる四角ボタンが機能してくれなかったので、別アプリをかませて認識させています。今認識としてはいつも通り Xbox360 のコントローラーになっています。 Xbox のコントローラーだったら多分問題ないとは思います。環境の可能性もありますけどね。で、今作なんですが、リネリア、今作は 2D アクションプラットフォーマーということで、軽くチュートリアルでやった感じだと回避とかもあったり、剣で攻撃とかもできる、敵を踏みつけて倒すこともできるのですが、こんな感じですごいドット絵が独特でかなり色彩豊かになっています。そこら辺になちょっと惹かれてね、やっぱりプレイしてみたいなってなったんですが、今回はデモ版となっているので、ご問題点などはご容赦ください。メインとしてはクエスト5、ドラゴンを倒せと言われてますね。あと、こちらに着いたことによって、町に着いたことによって、こうクエストが発生しています。スクリーンはこんな感じで、ミュージックなど細かいストーリーなどは現状は特になくて、こちらの方はね、また製品版出るときにでもチェックしたいと思います。クエストがなんかいっぱいあるみたいで、今作調整とかがまだボリュームなどの調整をしたんですが、 33%、66%、100% と0という、ちょっと4段階でしか音量調整をしていないので、今 33% でプレイさせていただいています。これがチェックポイントになってるみたいだね。ワープなどもできるみたい。エンブレム、これ装備しておくと特殊な効果が発揮されるようだね。ちなみに操作性に関してはちょっと特殊になっていて、こういうところ、キャンセルが B ボタンにではなく、いわゆるプレイステーションの丸ボタンですね、ではなくスタートボタンを押すことによってこう終了できるので、どこなのかな、今作作ってるの日本の方なのかな、わからないんだけど、ちょっと特殊な操作になっていますね。昔の日本作品でたまに見るキャンセル操作といいますか、あんまり海外では見ないキャンセル操作になっていますね。よく道場に来た。ここら辺で戦闘に関してのコツなどを教えるのでしょう。通常の攻撃をしてみろと。 OK、何？アッパカットあるのか？なるほど。アッパカット後にスイング。なるほど。まあ、混ぜて使えと。なるほど。こうね。操作性はかなりいい感じだね。斜めね。よし。次お前だな。ローリングもあるみたいなんですね。ちょっと面白いね。アドバンスドレッスン。ああ、なるほど。なるほどね。多分実際の戦闘中にはまず間違いなく使わないでやろう。まあ、テロと。こうね。俺を実際の戦闘で使うかって言われりゃちょっとあれだがな。こうだな。こう回り込めっていうね。こうね。了解した。免許改善だろ。説明だけ、なんか新しい能力が手に入るかと思ったのに。ベルと喋れるな、さっき。どうなってやがるんだ。あと、あのネズミも剣持ってるぞ。危険すぎるだろ、この世界。
That's fire wand. That's a throwing dagger. ポーション。なるほど。スローイングダガーが気になるな。サブウェポン一回手に入ったらもう大丈夫なのかな？いつでも使える？例えば、後ろにいたのタコさんだけど、制作元を見てないんですね。タコさんと同じところなのかな？ 2D 作品を作っている、やはりドット絵の作りが非常にうまいところで、タコが主人公の作品を扱ってるところがあるんですが、それに似てるなーってちょっと思って。なんかね、曲がベスティアリーアップデート。ああ、これですね。敵がここに追加されていくみたい。図鑑ですね。ただ、図鑑はあるんだけど、これ多分敵が別にアイテムドロップするわけではないはずだから、そうだね、あんまり関係ないっちゃ関係ない。ああ、そっか。デモ版だから入手できるお金の量が結構多いですね。500って出てたから、すごい必要なのかな。なんか1個ぐらい買えるかなって思ったんだけど、ただ全部買えそう。OK。いいですね。操作性はいい感じ。開花してるよね。ツタとかが、木とかがあるけど、そこら辺がかなり機械になっている感じ。こう、踏みつけで倒すことも可能なんですよね。多分敵全部がそうじゃないと思うんだけど。こんな感じで一部は踏みつけて倒すことができるみたい。これは？ Fortune, it's really tough up. It's a one-use item. 一度しか使えない。はい。で、これは？ Shrink your enemy. いや、まあいいだろう。これはなんだ？なんかのマップ的なものが出ない。マップはないみたいだな。ハイデンケーブ、タイニーマッシュルームケーブ。こういうことだな。よし。なるほど。これは何だろう。さっきの子は説明していたのかもしれない。ちゃんと読んでなかったから。すごい滑って出るやん。お、ボス戦か？OK。こいつ、背中が弱点ってことでいいのか？頭じゃなくて。なんか頭が弱点な気がしてたんだけど、頭じゃなくて背中が弱点っぽいだね。よしよし。最初のボスだから簡単な感じ。はい、タコさん。フェニックスポイント。うん。さっき説明してたけど、つるしだからな。何2500コインだって。リプーツ。こいつを叩いて動かすわけだ。あ、こいつ SE がまだ追加されてないのか。行動しても SE が特にならなかったですね。あいつバグっただけかもだけど。ほら、剣っていうかハサミ、クナイみたいなものがする。曲めちゃくちゃいいな。何これ。え、待って、これどうしようって。あ、降りていいのか。これただ曲めちゃくちゃいいけど、ゲームとあんまり合ってないよね、場面に。なんかソニックアドベンチャーシリーズで街にいる時みたいな音楽、ちょっとジャズっぽい感じで、ゆったりした曲で、ゲーム性とあんまり合ってないかな。いや、ただすごいいい曲なんですけど、めちゃくちゃ趣味いいなーってさっき思ってて、曲の。
この軽く入っているジャジーな感じのギターサウンドもすごくいいなって思うんですね、個人的に。集め物ね、そのエリアの。ハイデンパー、シークレットハイドアウト。これ隠された道って出るけど、こっち以外にそもそも道あるのかってちょっとなるよね。本当に隠された道なの？なんだお前ら英雄みたいなあれなのか？俺別のインディーズ作品で見た気がする。超似たあいつは無視したけど。ボスか？アバンドンワークショップ。よし、さあ進もう。セーブポイントがないな。ワープができるはずなんだけど。これ待って。マップないよね。クエストはまあ、マークされるわけだけど。マップがないな。ちょっと待って。いろいろとボタン押しまくってるんだけど。マップないっぽいよな。あ、これ、茨？そうだね。落ちてと。ヒーラーズテスタメント。なるほど。とりあえず、どうにかしてあれ開けると。これはいい。一応どこだ？これか。これ、誰かのサブクエストだったのかもしれないね。なるほど。ジャジーな曲が多いな。タコさんどんな感じだったかな。オーケー。アンジャラズテスタメントいっぱい入手できる。こんにちは。そろそろボス戦か？あの子は華麗にスルーしておこう。Is dormant. よし。なんだ？どうした？このうち歩ける。助けに行けって。展開なんだ。乗れって OK。 特殊なボス戦ね。 OK。 あの子助けろってことね。ああ、そうでもなかった。ザ・フェニックスナイト。うん。レディーファイト。そういう感じなの？そういう感じなの。あとダメージ入ってるね、俺。Don't get too close. This house even has backup security. あんまり近づかないで。You got an idea. Hit this shrink room with your sword. ああ、OK。どこ。ああ、これね。これ当てて、ちっちゃくなった家をぶん殴るわけだ。なるほど、了解した。じゃあ、一旦は生き残ればいいんだね。これの時は近づいて、一回やられちゃいそうだな。セーブポイントまで戻されちゃうから、ここは。OK。女の子襲われてるようにしか見えないんだけど、大丈夫なのかね。やられてしまったぜ。で、そうすると、このチェックポイントに戻ってくるんだ。途中にさすがにあったんだけど、気づかなかっただけかな。セーブポイントになるやつ1500とかで売ってたから、あれかな？
あれがこのチェックポイントにその場でなるっていうことかな。うん、まあ、どういうゲームだかは理解できたので全然大丈夫なんだけど、本作ちょっと気になるな。あの、なんていうかな、作りがちょっといまいちどうしたいのっていう作りではあるかな。ハープン、これ売ってるものちょっと変わるのか。ファイヤーワンド、オーション、ちょっと待って、ハープンって買わせてテスト、こうね。で、なるほど、一緒に戦ってくれるんだ。まあサブウェポンもありますよーっていうね、遠距離攻撃ができる。本作ちょっとどうなるのか分かんないんだけど、製品版でちょっとやった感想ね、気になったことがあって、作りがいまいち何がしたいのかがちょっと分からない。探索要素もあるんだけどマップがないし、探索要素もあるけどマップがないし、セーブポイントは買わないと遠いし、多分あれセーブポイントだと思うんです。1500ぐらいで売ったやつ。あれだと思うんですよ。ちゃんと読んでなかったけど。で、レベルとかもない割に強化があるみたいだし、これ探索要素とアクション要素が合っていないのが一つと、ゲーム性、ステージが単調で、実はあんまり 2D アクションとしては面白くない。操作性はめちゃくちゃいいんですよね、キャラクターの。あとは、いまいちこの音楽が、ゲーム性とやっぱりマッチしてない、違和感がすごい強い。この鳴ってる音楽がね、俺頭大体よぎるのがさっき言ったソニック系なんですけど、ビーチみたいなエリアとか、ビーチみたいなところをゆったりと移動しているだとか、もっと陽気な感じで、この流れているエリアが森なんですけど、もっと別に神秘的っていうわけではないんだけど、とりあえずこの曲は合っていない、もっと神秘的な歌だったりシンフォニックだったり憂鬱な感じの歌が似合いそうな感じではあるんだけど、でもっと陽気なやつでもないわけじゃないんですよ、このタイプの作品で。こういうエリアでちょっと陽気めな曲、ただこのバックグラウンドで鳴ってる曲は間違いなくこの場面にはそぐわないというふうには感じましたね。ゲーム性自体は悪くないので、そこら辺の調整かな。あとはやっぱりゲームがとりあえず今後入れたい要素をぶち込んだ感があるので、かなりちぐはぐ感が出ている。ここからどういう風にするか、どういう風にまとめていくのかが気になるところだよね。とりあえずゲーム性は操作性とかやってて悪いと思わなかった。さっきのボスも負けちゃったけど、全然やってたらまあ勝てるよねこれっていう感じがあった。取り替えられるのね、なるほど。一回作ったら次のですね、なるほど、という感じがあったので、そこがちょっと気になったところといえば気になったところかな。あと犬が踏んでも、犬的なサムシングが踏んでもあれ閉じちゃうんだ、ギミックが起動しちゃうみたいだね。ちょっと気になるけど悪い作品ではないかな。今後に期待、今現状だと犬めちゃ歩くやん。今現状だとちょっと判断がつかないかな。悪くもないし、良くもない。本当に判断がつきにくい感じかな。ドット絵とかはいいし、音楽のボリュームはいいんだけど、やはりちぐはぐ感がある。操作面、アクションも全然大丈夫なんだけど、アクションに対してのステージはそんなに作りは良くない。ステージはなんか単調、すごい単調。取ってつけたような感じの移動になっちゃってて、プラットフォーマーとしてもアクションとしてもあんまり面白くない。あとローリングはあってなきがごとし、多分ねダクソか何かの影響でローリング入れたのかな。俺はあんまりこのゲーム性にこのローリングは合ってないと思う。なんだったらローリングなしの方がいいまである。ダッシュとかだったら分かんないでもないんだけど、ダッシュちょっとシュッと移動する、ただし無敵時間が発生しないタイプのダッシュって言えば分かりやすいかな、の方がゲーム性に合ってるかなというふうに思いました。騎士っていうところからダクソ系を想像したのかもしれないけど、あんまり合ってる気はしないかな、やってて。とりあえず、ただ、序盤のボスとやり合った感じはっていうことですね。後半もっとやってくると、また違う感想になる可能性あるから、あくまで現状だね。現状だと、可もなく不可もなくっていう感じかな。聞いてたものはあるけど、今後の調整次第で良くなるか悪くなるか決まりそうだよねっていう感じ。オペットできる、よし。なでておこう。そんな感じかな。
まあ、気になった方は今作フォローしたりとかしてチェックしてみるといいです。デモ版自体も現在 Steam で好評公開中なのでぜひチェックしてみてください。側とかポテンシャルは全然ある作品なのでぜひね 2D アクション好きな方はチェックしてみてね。ではこんなところで今作のプレイを短いですが終了したいかと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。動画下記の概要欄の方に今作のストアページ、私のツイッターへのリンクなど貼ってあるので気軽にフォロー&チェックください。もしよければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では今作のプレイはここら辺で、製品版が出るときねぜひまたチェックしたいと思います。ではまた次の作品でお会いしましょう。コビドアでした。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。